やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よし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 、まあ追加離れて帰るだけだと寂しいんで、まあここら辺のご飯屋さんを突ってなんか店内でご飯食べれるところあったらいいなという、今俺はどこに向かってるのかもわかんない配信が始まりましたよ。皆さん、六本木ってどっちに何があるんだ。これこっちが松井の方面なの、なんかこっちから遠ざかりつつ、まあいいお店を探すと。おっと待ってよ、祭りの音がすんな、あっちに行ったらやばい。祭りが迫ってきてる。うわっ、あっちちょっと行ってみてえな。東京タワーほらちょっと行ってみるわ。耐えてくれよ、頼むぜ。ダメになったら引き返すわ。やばい、あかん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 、やばい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 、危なかった。何だろう、びっくり屋って名前なんだけど、なんかフルーツ買っていくか。これ買います、これ食べながら歩こう。帰ります。どうも。好きで6年生してて、中学生から俺をそう見てるんですよ。で、スタさんを見て、ロルを始めて、ずっと好きで嬉しいです。いいですか、中学の時にロルを知らずに俺を見てる。ほう、ロル知ってるなら分かるけどな、すごいよな。ここは何、なんか高そうな店、豆腐屋うかい、飯屋なんかな。何ここ、料亭じゃね、料亭突撃アポ行くか。もう限りなくもう信頼に近い、やばいとこだぞ、やばいとこ。なんかみんな写真撮ってるし。すいません、予約取ってないんですけど、入れてますか。今日あ、本当ですか、わかりました、あります。まず第一段階でダメだった、そもそも予約しないと入れなかった、配信どころじゃなかった。え、てかぶどう片手にこんなやつ入れる。謎のぶどうこれ持って、あ、何こいつだな、ぶどう何マジで。ぶどういただきます、ぶどう。まこの後は東京タワーの方行って入れるご飯屋さんを探すわ。どうも。どうも。あります。あるある。あります。嬉しいです。またね。あ、来たな。お前ソロでも来るんだな。すごいね。ついにソロで来るようになった。昨日彼氏と別れたんですよ。昨日別れたの？昨日。結婚してください。どんぐらい付き合ったの？7ヶ月ぐらい。あー、でも結構だね。そうさ、俺も彼氏いないんで。うん、前は彼氏いねえだろ。お前はいいよ。元気出して。元気出します。ありがとう、教えてくれて。いつか結婚しましょう。まだ。いつか結婚しよう。やったー。じゃあ俺だけ結婚しましょう。はい、お前ともな。結婚相手が決まったわ。どうも。わかりにくいと。どうも、お前の汗大丈夫か。ありがとう、来てくれて。いいっすいいっすよ、俺撮っておけば。お願いしてもいいですか。めっちゃロケーションいいやん。はい、チーズ。もう一丁、もう一丁、笑え。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫？来てくれて嬉しいです。配信で待ってます。またね。いい子だ、いい子。お前らと違って本当お前らしょうもない。ああやって育てよ、お前らは。普段食わないカツ系。うわー、これやばそうだなー。
小学3年生が考えたご飯やん。うめえ。唐揚げいただきます。唐揚げ。うわん。どうじゃ。あれが飲んでくれた。表にがっつり返っちゃって。表に返っていいの？はい、ちょっと飯見て。はい。いや、俺じゃねえけど。ありがとうしてくれて。ありがとうございます。いやいや。な？何が？え、俺のこと知らないですよね。知らないけど撮るの？いいですよ。俺のこと分かんないね。ごめんね。お母さん、お母さんが暴れてるね。何お母さん。じゃあ今後見てくださいね。今後ね。何 YouTuber？ いろんなところを散歩しながら遊びに行ってるの。この前沖縄行ったり。いただきます。焼きそば。ほら。ほら。やりづらああやって撮るんだなとかやめてください。うまっ。焼きそば味っこうまっ。誰と話してんのだって。俺はお前と話してんだけどな。どうでした？どうも。めっちゃ緊張してる。写真撮ってもいいですか？いやいや、撮ろう撮ろう。ありがとうございます。超かっこいい。どうもどうもどうも。ありがとうね。はい、ありがとうございます。ニコニコやん。なんでそっちがニコニコしてるんですか？いやイチャイチャしてたわけじゃないから、ね、ん？何笑ってんの？こういうのあんま見ないもんね。こういう撮影とかしてるのね。変だよね。変ではない。変ではない？本当？嬉しい。あ？いや、ラグ配信も今にまた。入ってる。おお、入ってるぜ。はい、またね、バイバイ。バイ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 、ありがとうございました。で、ああいう人初めてだ。俺のこと知らないでさ、え、なんか有名そうだから握手しとこうみたいな。いいよね。どうも。ないですよ。何これ。ごめんなさい。すごない。嘘だろ。めっちゃ嬉しい。ありがとう。すんご。頑張ってください。またね。熱中症気をつけてください。はい、ありがとうございます。イチャイチャしちゃったぜ。はい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 。枝豆食いに来た？いいよ。あ、ごめんなさい。すいません。助かるよ。ここら辺ちょっと食べて、ここら辺。はい。シャリで50分かかったっす。50分？ファッションやば。僕の緊張しちゃっても、3回でちょっとヤニしてきた。1回来るじゃないで冷静になってな。あ、めっちゃちっちゃいっすね。そうなんかな。いや、俺最近知ったんだよね、自分が顔ちっちゃいって。マジっすか。俺のお母さんさ、おめえなんてもんはさ、顔はできるからさ、帽子なんて全部入んねえから帽子買うなって言われて育てられてきたから。あ、俺顔はできんだなと思ったんだけど。身内ってやっぱ下げるもんですから、うん、僕もちっちゃい頃は兄貴とかに名倉潤にめっちゃ似てるって言って。いや、でもお前は似てるよ。似てるっすか。いじりとかじゃない、事実。あ、事実ですか。それは事実です。事実で似てる。チャリで50分やばいな。何見て、配信見てやってんなと思って、それすぐ来た。あ、そうっす。もうチャリしかねえんだ、選択肢が。無職なんで。
いや無職ってのは自由だよ。マジっすか。無職は自由。コップだから。どうも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 。ありがとう。撮りましょう。お願いします。嬉しい。あ、そう。やってんの？えらい。すみません、なんか長いしちゃって。いいえ、いいえ、全然いいですよ。今、勝手に映って遊んでました。何しちゃったの？サミさん。めっちゃファンだ。ありがとうございます。めっちゃ刺さった。ありがとうございます。気まずいっすね。あ？気まずいっすね、なんか。気まずいだろうな、お前は。お前は意味わかんないもんな。わけわかんないっす、自分の。あ、そう。あ、またな。お願いします。気をつけろ、帰りよ。あ、ありがとうございます。気をつけます。ありがとうございます。おもろいいい時来たな。うわ、クレープマジかよ。やばい。ちょっと待って。ケーキついてるわ。アイス。アイスがいいな。いちごバナナ、いやバナナいらねえな。ちょっと待ってあ、いちごヨーグルト、これやつだ。いちごヨーグルトじゃないですか。ヨーグルトいいじゃん。これ182番だ。ちょっと待って、見上げちゃう。やばい、待って、クレープ食えるのやばい。182番。クソ楽しみでバロタ。えぐい。匂いえぐい。そして128番お願いします。128番。はい。チョコバナナアーモンドお願いします。はい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 、食べましたよ。もうもうあげないかな。え、何食うんだろう。チョコバナナアーモンド。いらないよ。俺バナナ毎日食ってるのに。182か。コメントに流されてる。え、いいの本当に。ありがとう。チョコバナナアーモンド俺なのかな。これ何番ですか。28番。僕です。はい、いえ、はい。マジかよ。俺コメントだと思うんだよね。俺はコメントな気がするんだよね。俺帰って録画見直して言ったやつを A 番するから、絶対ボコすから。俺申し訳ねえな、リスナーさんに。本当にこれでリスナーが128番買ってきてどうする。来た。はあ、ありがとうございます。こっち持ってる？持ってますよ。持ってる？はい。ありがとう、わざわざ。ありがとう。はい。ほれ。いただきます。
やば。アロマのやつや。いい服屋で出てくるやつや。もう一個ありますよ、ね、これめっちゃいいよ ね、 いいですね。めっちゃいいよ。危ない。俺本当にマジでバナナだけはやった。もう唯一と言ってもいいぐらいで嫌だったバナナが。というわけで、東京は六本木からスタミージャパンでした。今日の配信は終わり。お疲れ様でした。じゃあね。